皆さん、日本語の先生のりこです。今日のゲストは、実は私と同じ岡山県出身で、現在台湾で日本語教師をされているやすこ先生です。やすこ先生に台湾のことをいろいろ聞いてみたいと思います。やすこ先生、今日はよろしくお願いします。はい、皆さん、こんにちは。日本語教師のやすこです。よろしくお願いします。はい。じゃあ、やすこ先生、今、簡単に自己紹介していただきましたが、もう少し詳しく自己紹介をしていただいてもいいですか？そうですね。はい。私は、日本語教師で、出身は、のりこさんと同じ岡山県で、3年前から台湾に住んでいます。それで、今は、オンラインと、対面、台湾の人に対面で1対1で、教えています。で、ちょうど9月から大学でも日本語を教えることになりました。はい。毎日忙しいですね、やすこ先生。そうですね、うん。結構今は授業の準備に追われている毎日ですね。お休みの日とかありますか？なんかもうあまりないですね、感覚も。ね、ちょっと前は、うん、もう土日も全部オンラインの、うん、開けてたので、もう土日も平日も構わず予約が入るので、まあでもそんなに、はい、うん、私はこう目いっぱい予約が入るわけではないので、まあその一日の中で、例えば朝授業やって昼からはすごくのんびりしてたりとか、そういう感じですね。あ、わかりました、はい。同じ岡山県出身ということだけで、私はとても嬉しいんですけど。そうですね、なかなか、うん。そう、なかなかね、お会いできないですよね。うん、そうですね、本当に嬉しいです。うん、嬉しいです。私は、まあ、岡山に、まあ、長い間ちょっと戻れてないんですが、やすこ先生は、まあ、ちょっとコロナでやっぱり難しいですかね、岡山に戻るのは。そうですね、ちょうど、うん、でもちょうどコロナの本当ギリギリのところで帰国をたまたましてたので、うん、まあ、それでもコロナってね、1年以上もう続いてるので、そうですね、1年半帰ってないっていう状態ですね。あ、そっか、1年半だとまだ悪くないですね。はい、私はもう約3年、約3年戻ってないんですよ。3年になるとちょっとね、大変ですね、そうそう、寂しいですよね。はい、私は岡山県でも暮らし倉敷の出身なんですね。といっても、はい、倉敷の有名な美観地区のあたりではなくて、まあ、ちょっと外れにはなるんですけど、やっぱりすごく、はい、帰りたいですね。美観地区とかすごく好きなんですよ。そうですね。なんか帰れなくなると余計にこうふるさとを思う気持ちが強まってしまって、うん、そうそう、なんかね、時々ふと思い出してしんみりしたりはしますね。うんうん、そうですよね。はい、私は自分のポッドキャストでも、まあ、よく岡山にとか倉敷について、まあ、話したことがあるんですね。うん、あまり、まあ、国内の旅行では有名かもしれない。日本人の方では美観地区とか言うとね。うん、そうね。大体高校生とか、東京の高校生とか修学旅行で。そうなんですよね。なんか行ったことがあるとか言われるんだけど、海外の方はやっぱり岡山立ち寄らないんですよね。大体広島に。そうですね。行くから。なので、これを聞いている人がですね、岡山にぜひちょっと、いいところなんだって分かっていただきたいので、なんかやすこ先生、岡山おすすめがありますか？そうですね、岡山はやっぱりあれですよね、まずは後楽園っていうね、あれ日本三大名園って言って、日本で3つだけ有名じゃないや、うんうんうん、なんかね、3つの、そうです、有名だと思います、うん、選ばれているので、まず後楽園とてもね素敵ですし、はいはい、岡山と、ね、倉敷って本当電車で15分くらいの距離なので、うん、倉敷に、ね、足を伸ばして、そしたら倉敷はまあすごいですよね、うん、まず美観地区、すごく綺麗な、うん、古い町並みが楽しめて、あとは大原美術館ってすごい、うん、すごいんですよね。そうなんですよ。すごく世界で有名な絵が。はい、うん。有名な美術館が実はあって、でもなかなか知られてないのかな。うん、ああ、そうですね、うん。でもね、意外と台湾の人って結構台湾と日本近いから、うん、もう何回も何回も日本に旅行してる人多いんですけど、となるとやっぱり岡山行ったって人だんだん。あ、嬉しいですね。そうそうそう。あ、知ってる知ってる、行ったよみたいな感じ。あ、じゃあ安子先生の周りの生徒さんは結構岡山、倉敷行ったことがある方がいるんですね。うん、そうですね。はい。倉敷って言うと、ああ、そこ、その名前が思い浮かぶみたいで。あ、嬉しい。はい。大丈夫です。そっか。あ、よかったよかったです。そうですね。
わかりました。じゃあ、早速台湾の話をしていきたいんですが、はい、じゃあ3年前に台湾に引っ越しされたきっかけは、やっぱりその日本語教師のお仕事だったんですか？あ、それがですね、まあちょっと、あれなんですけど、まず、まあ、その前っていうのは私はなんか普通に会社員をしてて、でも結構その会社ってもう15年ぐらい勤めていて、で、なんかこうちょっとこのまま定年まで勤めるのか、それともなんかまたやっぱり新しいことしたいなとか、特に私も結構海外が好きなので、もう一回人生に一回、海外に住む経験したいなって思っていたんですね。はい、でそうしたところでちょっとたまたま知り合った方が台湾人の方と知り合って、うん、はい、ちょっとまあその方と今結婚してるんですけど、まあちょっと一緒に住むために、はい、台湾に来ました。あ、そっか。そうなんです。素敵な出会いの話ですね。はい、そうですね。そっかそっか。でそれが3年前ですね。そうですね。じゃあ当時何かカルチャーショック、はい、ありましたか？そうですね、カルチャーショック、大体、まあ、日本と台湾って似てる部分もすごく多いんですけど、うん、そうですね、やっぱり道がね、すごくバイクがすごく多いんですよね。そのイメージあります、私。そうですね、うんうん、アジアでもすごくもうバイクの数が多くて結構上位で、でまた運転が結構こう自由なんですね。荒い感じですか？はい、そうですね。だからちょっと私よく道をぼーっと歩いてしまうタイプなんですけど、こうスマホとか触りながら、うんうん、結構やっぱりヒヤッとするので、まあ本当に外国でね、事故に遭うと結構大変なことになるので、あ、じゃあちょっと気をつけて歩かなければいけないんですね。そうですね。そう。面白い。じゃあバイクが多いというのがちょっと。ね、そうですね。面白いですね。で、じゃあ私は本当に台湾に行ったことがないんです。本当にぜひ行きたいと思っているんですが、名物や名所などなんかおすすめがありますか？そうですね。台湾は名物って言うとやっぱ小籠包が有名ですかね。小籠包はもちろん美味しいお店はたくさんあるんですけど、なんか本当にこう、なんていうのかな、まあ、B 級グルメですかね、日本で言うと。B 級グルメ、おー。だからなんか、屋台とかに行くと、まあ、そういうちっちゃい、なんかラーメンみたいなのがあるんですね。で、特に私好きなのって、麺線っていう、麺の、麺に線、ね、線、うん、はい、線なんですけど。あ、食べたことないですね。ないですか。なんか、乳麺みたいな感じかな、あったかいそうめんになんかちょっとドロッとした片栗粉でとろみをつけたスープで、まあ本当それが安くて100円とか200円とかで食べれるんですけど、結構こうスッと体に入ってくるのでそういうのも好きだし、あと名物って言ったら臭豆腐っていう、なんか臭い豆腐って書くんですけど、匂う豆腐、それはまあすごく匂いが強烈で、でなかなか美味しいんですか？美味しいです。でもなんか本当に匂いがすごいので、屋台とかで売ってるんですけど、はいはい、なかなか食べる勇気が私もなくって、2年ぐらいなんか食べれなかったんですけど、ちょっと一回すごい有名なお店の前を通りがかって、でなんかここのならなんか食べれそうな気がして一回食べたら、まあ、まあまあ美味しかったです。それは、それは料理の中に入ってるんです、それともそのままその豆腐を食べるんですか？豆腐みたいなもの。そうですね、臭豆腐って、ね、2種類あって、なんか煮込んでるのと揚げてるのとあって、はい、煮込んでるのって言うと、まあ、ちょっとこう小鍋みたいな、一人用鍋みたいなのに、なんか野菜と、ちょっとした野菜と煮込まれてて、まあ、豆腐が一丁ガッと入ってる状態、それが煮込みバージョンで、もう一個はなんか揚げバージョンで、揚げバージョンは日本の居酒屋にある揚げ出し揚げ出し豆腐、揚げ出し豆腐のスープがない、なんか揚げ豆腐を揚げた感じですね。カリカリに。そっかそっか。あ、私いけるかな。ただ匂いだけなのかな、じゃあ問題は。匂い、そうですね。まあ匂いは本当に嗅いでみると、嗅いでみないとわからないの、すごい。でも面白そうですね。だからやっぱり私もイメージは食べ物が安くて美味しい。
そうですね、あのマーケットがたくさんあって、そういうところで美味しい料理がたくさん食べられるというイメージは本当にあります。そうですね、うんうん、そんな夜市とかね、ナイトマーケット有名で、はい、もういろんなところに夜市があって、うん、じゃあ、やす子先生は、はい、あのよくそういうところで外食されるんですか？そうですね、でも意外と夜市はやっぱりちょっと若者の感じで、こう大学生が夜夜市行こうみたいな感じだし、やっぱりね、住んでるとそんなにいつもいつも、ね、夜市ってやっぱり夜の12時ぐらいまで。そうか、遅いですね。そうですね、飽き始めるのが5時、6時ぐらいかな。で、まあ基本的にそうですね、歩きながら食べる感じなので、まあたまにね、日本の友達が来た時に一緒に行って、逆になんかそういうふうに日本の友達が来たことをきっかけに行くっていう感じですかね、うんうん、なんか普段はなかなか台湾に住んでる日本人の友達とじゃあ夜市行こうかって感じにはならないですね。なるほどね、うん、じゃあの、うん、おすすめのこの名所場所とかありますか？あ、そうですね、名所、そうですね、やっぱり台北、なんか日本とかから来る場合ってね、3、4泊でまあ台北を回ってって感じだと思うんですけど、できればそうですね、台中とか、私は台中に住んでるんですけど、うん、台中とか台南とか、ちょっと南の方にも足を伸ばしていただけると、うん、まあ、あの台南なんかはもうすごくグルメの街として有名で、はい、はい、すごい本当に食べるものがいっぱい、美味しいものがいっぱいあります。いいですね、いいですね。はい。そうですね。あと、東の方、なんか台湾ってこう、西海岸沿いに台北、台中、台南、高雄っていう感じで、こう、はい、西にもう町が集まってて、うんうん、そこが人口が多いんですけど、東海岸の方も、まあ、実はとても素敵で、東海岸はね、うん、そんなに人口が多くない代わりに、すごく自然が、あの、いい形で残ってるので、いいですね。うん、そうですね。台湾の人もやっぱりこう、東の方に、なんか、花蓮っていう場所があるんですけど、うん、中国語だとファーリエンって読むんですけど、うん、まあ、ファーリエンとかはね、すごくこう、なんか、旅行の目的基地として、ああ、わかりました。人気があると思います。え、あの、やす子先生は、よくその、台湾の中で国内旅行とか、あのチャンスがありました、ね、今まで、うんうんうん、最初の頃はもうよく行ってたんですけど、最近はもうなんか、ね、うん、一住人みたいになっちゃうと、そうです ね, ね, そうですね、もうそこで暮らすっていう感じですよね、うん、そうですね、やっぱりね、コロナのこともあって、そうそう、最近はあんまり出かけてないですね。わかりました。あの、はい、次の質問なんですけど、あの、私はよく台湾には親日家が多いと聞くんですね、うんうんうん、それはやっぱり本当なんですか？そうですね、それはすごいびっくりしました。なんか実は私も大学の時に一回台湾旅行に来て、その後結構20年って時間が空いて、はい、ちょっとその間全然あまり、どちらかというとあの欧米旅行とかが好きだったので本当に台湾に来てなかったんですけど、本当に台湾に来た時に本当に皆さん、私台湾、あ、違う、ね、私日本のこと大好きっていう風に、なんていうのかな、すごくストレートに、はい、本当にたまたま知り合った人が言ってくれて、うん、なんかね、日本のこと大好きとか言ってくれる人、うん、嬉しいですね、逆に、うんうん、そう、すごいそれでやっぱり感動して、なんかそっからなんかやっぱり台湾と日本ってすごくやっぱ特別なちょっと歴史上の関係なんかもあって、うん、はい、なんかこうやっぱり台湾に引き込まれていったという感じで、なんかそんなこともあって、まあ、まあそういう人たちはやっぱり親世代とかが本当に戦争中の、あのね、日本語をな、で、日本統治時代の人たちなので、まあすごくやっぱ日本が、あの、なんていうのか、下、近い感、あの、存在っていうのがあって、はいはい、やっぱり今のちょっと年配の人っていうのはすごく本当に日本が特に大好きですね。あとは、これは台湾に来て初めて、住んで初めて知ったんですけど、本当になんかニュースとかがもう日本のニュースすごくよくするんですね。あ、そうなんですね。なんか日本のもうちょっとした事件、その芸能人のニュースとかから、本当政治のニュースとかまで、まあ、それって多分なんか台湾自体がすごくやっぱ外国との、なんていうのかな、外国の関係に、外国の動きに注視してるっていうところもあるし、やっぱりその、ね、その分興味関心、日本のニュースに興味関心が高い人が多いってことですよね。そうですね。
まあ、そうですね、日本だけじゃなくなんかアメリカとか、まあ、中国とかいろんなニュースがしてて、で逆に日本は多分日本自体がすごい大きい国だから、日本自体ですごくいろんな、まあ、事件とか出来事があるから、まあ、日本のニュースをするだけで精一杯みたいなところもあるし、そうですね、まあ、本当に日本だけで、まあ、一個の国というか、なので、なんというか、もう日本のニュースがすごい多いと思うんですけど。面白い。じゃあ、あの生徒さん結構詳しいですね、日本のニュースにね。きっと。本当詳しいですね。逆にあの、私たちよりも詳しい時あるかもしれないですね、最新情報。絶対そうだと思います。特に、のりこさんとか海外に住んでるし、なんか、本当に台湾の人の方がよく知ってるかも。ああ、すごい。うん、そんなことまで知ってるのかとか、まあ、そんなニュースをそんな詳細なレベルまで知ってるのかって驚くことがあります。だからすごく、まあ、近い存在、近くて遠いじゃなくて近くて近い存在っていうのも、本当にでも嬉しいですね。ありますね。で、その分やっぱり日本語学習者さんの数も多いんですよね。多いですね。やっぱり、まあ若い人はそのね、これはもう世界的にそうだと思うけど、まあアニメとかドラマの影響で、はい、そうですね。で、年配の人はそういう、今私は結構この50代、60代の方の生徒さんも対面レッスンでいらっしゃるんですけど、そういう方々って、その方々自体はなんか戦後の生まれなので、戦後はもう日本統治終わってるので、中国語で育ってるんだけど、両親は日本語で生活してたので、面白い。これは日本だと想像できないんですけど、自分の親がのなんていうのかな、一番よく話す言葉、母語は台湾語っていうのがあるんだけど、母語じゃなくてその60代の人たちの親世代っていうのは日本語がすごい一番流暢なんですよね。面白い。だけど生まれてきた子どもたちは中国語と台湾語で育ってる。彼らの共通語って台湾語なんですけど、はい、だけどそうですね、やっぱ親が話してた言葉とか、なんか親が喧嘩の時になんかこんなこと話してたとか、昔こういう子守歌なんかも多分なんか同じだったり、日本語で、あと、そうそう、のりこさん、岡山といえば桃太郎さんじゃないですか。はいはいはい、もちろん桃太郎さんの歌とかも、聞いてるんだ日本語でね。そうそう、その60代の今度子供世代の30代の子とかは、そのおばあちゃんに子守をされてたので、桃太郎さんおばあちゃんが歌ってたとか言ってすごい、すごい、それ聞いた時になんかすごいなと思って、そうそうそう、すごいこう歴史的なことですね。 でやっぱりその言葉を自分も習いたいと思うようになるわけですね。そうそうそう、でもうなんかやっぱちょっと懐かしい気持ちがあって、本当60代の人とかがなんか親がしゃべ、まあ、その人はまあ直接は言わないですけど、そう、ゼロから勉強して、なんかその懐かしい気持ちとか、まあ両親が話してた言葉を自分もちょっと知ってみたいみたいな気持ちがあるのかなと思って。面白いですね。いや、実はちょっと話がそれるんですが、はい、私のね、ポッドキャストで一番よく聞いてくれてる国の3番目が台湾なんですよ。はい、今朝のランキングちょっと見てみたんですけど、1番がアメリカ で2番は日本で、3番が台湾なんですね。あ、そうなんですか、すごい。すごいですね。だから、それはびっくりしました。はいはい、だから、本当に嬉しいですね。たくさんの方が聞いてくれてるんだと思います。わかりました、じゃあ。はい、ちょっとこのポッドキャストも宣伝、はい、します。いやいやいや、ありがとうございます。はい、それでは、やすこ先生自身の語学勉強についてちょっとお聞きしたいんですけれども、はい、今までじゃあ、うんうん、どんな語学を勉強をされてきました？そうですね。私はまずは、まあ、学校時代に英語が、まあ、好きで、高一の時に、まあ、親に頼み込んでアメリカにホームステイをさせてもらいに行きました。はい。はい、で、本当カリフォルニアに3週間だけだったんですけど、うんうん、まあでも、当時ってそんなにまだ英会話とかもすごく高くて、全然、本当学校の読む書くだけの勉強だったので、うんうん、もう本当恥ずかしいぐらい喋れなくて、でもやっぱりなんか当時のアメリカってまあなんかすごくこうなんか自由でなんかこう映画に出てくるような世界を体験して、でもそこから帰ってなんかやっぱり話せなかったことがすごく悔しくて、はい、でなんか英語を一生懸命勉強しようと思って、
で、まあ、大学も英語を勉強できる英文科の方に進んで。あ、そっかそっか。はい。でも、そうですね。そこ、あ、そうそう、田舎、すごい田舎から、で全然、もう英会話とか習ったこともない学校から、なんか、東京の大学の英文科に行ったら、もう、周りが帰国子女とか留学帰りばっかりで。わー、すごい、すごい世界ですね。まあ、すごい、そう、すっごい今度はもうなんか、そういう意味で、コンプレックスの塊になって、うん、はい、でもなんかそれを克服しようと思って、なんか ESS っていう英語のサークルに入って、はい、なんか一生懸命なんか喋る訓練とかして、でそうですね、だから英語はまあそういう感じで、後でちょっと後になってイギリスにも留学したので、うんうん、まあまあそうですね、まあ話せるレベルですね、うん、はい、はい、うん、はい、で他には今はね、台湾に来て3年前に来て、ね、2年間いわゆる語学学校に毎日毎日通って3時間ずつ勉強してました。はい、はい、で本当2年もいて暮らしてたら相当喋れるようになったかなってよく周りに思われるんですけど、やっぱりなんかいろんな何が原因なのか、まあちょっと年齢のせいにはしたくないけど、ちょっと年齢の原因もあるのか、なかなかやっぱり今でもやっぱり日常会話でも結構なかなか上手には話せなくて、うん、聞いてわかるけど話せないとか、ありますよね。なんかそういう壁にすごいぶつかっていますね。うん、今はでもその学校は通わずに自分で、まあ、生活の中で何か覚えていくっていう感じなんですか。一応最後の級まで行っちゃったんですよね。あ、もうなんか、そうですね、まあ同じ級、最後の級繰り返してもいいんですけど、まあお金もかかるし、一回そこは離れて、でも本当今度学校行かなくなると全然インプットがなくなってしまって、で、ね、普段仕事してるともうやっぱ日本語、そうです、日本語で話しますからね。授業の準備ってどうしても日本語のね、その通りです。世界になるので、もうこれはやばいと思って、言語交換をね、また最近、昔やってたんですけど、いいですね、もう一回復活して、なんか本当いわゆる最近はね、便利ですよね、アプリとかで見つけて、はいはい、で、電話で1時間30分ずつ日本語と中国語話したりとか、まあ実際にカフェで会ったり、会って話したりとかをしてるんですけど、うん、はい、あ、いいですね。そうそう。そうですね。そうしないとね、私もほとんど仕事してる日は日本語しか話していない気がします。そうですね。で、頭の中も日本語モードになってるしね。もうなんか、そうですね。ね、なんか調べることもいっぱいあるじゃないですか。そうそうそう、なんかあと授業準備もね、全部もう 100% 日本語になっちゃってますよね。そうそう、その辺はちょっと課題ですね。住んでるけれども、そうですね、うん、そうなんですよ、同じようなことを思いますね。そっかそっか。でも語学の勉強はだから好きということですよね、安子先生。あ、そうなんです、ね、私ね、でもいやでもね、それはそう、英語はすごい好きだったんですね。ただでも決してなんていうのかな、器用にパパパって喋れる、耳で聞いて覚えるっていうタイプではなくて、だから本当にもう日本の学校教育の英語のちょっとゴリゴリやらされたあれがちょっと積み重なったおかげだと思っ、後で思ったんです。というのも英語はまあまあその留学までして帰ったみたいなところで、ちょっと自分のなりにはうまくいったかなと思ったんですけど、はい、その後、はい、そう、今英語と中国語の話をしましたけど、途中韓国語とかも実はのりこさん、そうなんだ、されてますよね、うんうん、習ったり、はい、あとスペイン語ちょっとかじってみたり、フランス語ちょっとかじってみたりしたんですけど、なかなか全部うまくいかなくって、ですよね、うん、そうそうだからなんか語学の達人とかでは全然ないんだなということを、やっぱりもう続けてやる、そして一生懸命こう失敗恐れず喋るみたいなところが必要なんだけど、やっぱり私はちょっとやっぱりなんかシャイなところもあるので、そんなにこう間違いを恐れずわーって喋れるタイプでもないし、まあ結構長続きもなかなかしないタイプなので、なんかそれは結構挫折しました。あります、あります。そうそうそう、ね、もしかしたら合う合わないもあるかもしれないし、なんか動機の部分で ね、その理由の部分というか、目標の部分がね、ちょっと弱かったりすると続かなかったりしますよね。そうですね、そう、韓国語の時も、私はなんか
あ、ね、ドラマとかが好きでハマったり、こうアイドルが好きでハマったりする人って、うんうんうん、やっぱモチベーションが高いので、そうですね、私ですね、はいはい、すごいドラマ好きだからするし、うんうん、そう、私実はあんまりドラマとか、なんかもう日本のドラマも含めてあんまりなんかあの 連続ドラマとかをなかなかもう最近では見切ったことがなくって、うんうんうん、だから なんとなくその言語に興味が、確かに言語には興味があるので、うん、あの韓国語なんか日本語と似てるし続くかなと思って始めてみたんですけど、やっぱりなんかそういう動機だと続かなかったですね、うん、なんか見たいドラマとかもそんなになかったりして、うん、だから本当に、ね、なんですよね、教科書だけの勉強で、うん、やっぱり、ね、そこは面白い。だから日本語を勉強している、うん、まあ、これを聞いている皆さんも考えてほしいとこですね、その動機というか目標というかね、うん、そうですね、うん、すごい、そうそうそう、うん、大切なポイントかもしれない、うん、そうですね、うん、ああ目標設定ってすごい、うん、そうそう、いい、そうですよね、 大切だなと思って、うん、そうそう、仕事に使いたいのか旅行で使いたいのか、そうそうそう、なんか留学したいのか、うん、それによってもね違ってきますよね、そうそう、勉強方法とか、そうそうそう、勉強法も違うし、うんうん、見るものも違う、ビジネスとかで使いたいならやっぱり、うんうん、ね、ずっとアニメとか見てるよりはちゃんとビジネス場面の日本語勉強する、その通り、その通り、そうそうそう、ということに、そうなんですよ、そう、最近生徒さんとかも見てても思いましたね、うん、うん、その通りですね。じゃあ、安子先生、最後になったんですが、はい、今の話とちょっとかぶってしまうかもしれないんですが、これを聞いている日本語学習者さんに何かの励ましのメッセージをお願いしてもいいですか。あ、そうですね、はい、本当に今は便利な、ね、世の中になって、本当に YouTube とかね、ポッドキャストとかいろんなツールがあるので、はい、本当にそうですね、語学学習ってまずは、ね、大量のインプットって言われると思うんですけど、うんうん、本当にまずはいろんなものを見て、あ、聞いて、自分の中にたくさんインプットするといいかなと思います。で、その時にね、今話したみたいに、まあ自分の目標が何で、こう留学したいから勉強するのか、仕事で使いたいから勉強するのか、友達と増やしたいから勉強するのかっていうのをやっぱり整理して、その目的に合ったもの、うん、番組を見るようにすると、まあそれに関連した語彙とか文法とか、が増えていくので、うん、まあすごいそれがいいかなって思います。うん。あとはね、継続はやっぱり大事で、ちょっと私も本当に自分で言いながら、はい、自分にも言い聞かせてるんですけど。わかります、わかります。うん、はい、そうですね、もう無理しないように、うん、でも定期的に、だからね、本当にオンラインプラットフォームとかで定期的に1週間に1回、強制的に勉強していくっていうのも、いいかもしれないですよね、うん、こう自分で ね、うん、最後まで頑張ろうとせずに、うんうんうん、なんかこう外部の力を借りて、もう定期的にその言語に触れる機会をもう作ってしまうとか、うんうん、はい、その通りと思いますね。ちょっとそのスケジュールというかルーティン、ルーティンって言った方がいいかな、ルーティン、ルーティンをね、あ、そうそうそう、ルーティンを、ね、そう作ってしまう、ね、それをもう続けるっていうのは意外と難しいけど大切なことですよね、うんうん、そうですね。いや、ありがとうございます、はい、安子先生ありがとうございます。私まあ、はい、絶対日本に里帰りする予定はあるんですけど、まあ来年できるかな、はい、コロナの状況が落ち着けば。で、まあ、実は私これ勝手に今言ってるだけでどうなるかわかりませんけど、で、日本に行ったついでに、韓国にももちろん行きたいし、台湾にも行きたいんですよ。近いから。そうですね。なので、その時にはちょっと連絡させてください。よろしくお願いします。もちろんです。もちろんです。すいません、ちょっと今ね、はい、今日初めてお会いしたのにこんなこと言うのはあれかもしれませんが。いえいえ、本当に。はい。ぜひ、じゃあ、台中。楽しみたいです。うん、はい。ウィズノリコ、ウィズヤスコ先生、そうそうそう、バージョン、そうですね、そんなことできるかもしれません。ね、何か食べながら、そう、あ、夜市からレポートもいいです。実況中継、そうね、実況中継いいかもしれない。ノリコ先生、臭豆腐初挑戦、そう臭いとか言いながら、そうそうそう、はい、そう、じゃあ本当に楽しみにしています。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、それでは失礼します。はい、失礼します。